はい、どうも、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日は浜でのご飯になります。お、目の前の前、風が強くて何言ってるか聞こえないかもしれないですけど、今日はこれはトップさん、スーパートップさんのお弁当です。カレーとサラダ。サラダから先に行っちゃうか。いただきます。あ、その前に一回ちょっといただきます。あ、はい、あんま見えないかもしれない。はい、です。茶原海岸のステージです。あれ、入ってない。今日こっち来る途中、まあ昨日も一回公演やってるんで、知らない高校生の男子が現地に乗りながら手を振っていくました。ああ、いいですね。どうだろう。ありがとうございます。昨日一回公演やってからは、夜もあのスーパーの前とかで、ね、アフターアフターと、挨拶してくる。推測です、推測。昨日本当盛り上がりましたね。盛り上がったね。最高でした。みんないい人だった。手拍子なんかそういうのもしてくれたり、拍手してくださったり、非常に素晴らしい反応で、本当にありがとうございます。劇中にそのたびたびもらえるっていう、登場しただけで拍手もらったってやつだと、うん。あれ、今日もさ、いつ見んの？昨日見れた？ありがとうございます。ありがとうございます。今日はえ、あ、そう、ごめんなさい。あ、ミニミニコロ、なんかやるのをミニっていうこと。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これはこんだけじゃん。どうしようか、その引き上げるやつは、うん、今日バラシのタイミングでもう持ってくる、それとも一回これに積んで僕が預かっておくのがいいのかな。5時半ばっかりには始まる予定なんだけど、解体が、解体が、うん、その時に俺の車にあまりいっぱい積めないし。あ、そうか、借りなきゃいけないもん。うん、借りないと、俺が運ぶんであれば借りないといかんから。そうそう。じゃあ一回これに全部詰める。これに全部詰める。箱、椅子とあの毛足だっけ。一応捨てるのも全部これに詰まなきゃいけなくて。あれは、あれは俺の車に積んできたから、あれは詰めるわけよ。あの俺が組み立てたやつ、うん。あれは俺の車で運んできたやつだから、あれに詰めるわけよ。あー、そう、うん、じゃあそれ今日5時半過ぎぐらいに、うんうん、そっちに積んでもらって大丈夫。うん、大丈夫。じゃあ残りはこっちに積んで、うん、うう、あと3機とかもあるの。3機とかラスイタとか箱に行ったやつ、はい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 、あのバラしたのこれに積む。うん、乗らない分はこっちに積んで、うん、そうしましょう。もらう人があるの？僕がもらいたいなと思って。ああ、いや、もらう人があれば山のうちに行って持っていくように言って、言えば持っていくだろうから運ばんでも。椅子2個は家に持って帰ろうとしてて、うん、それはあと木は台風対策用に使えそうなやつなもんか、うんうん、もらっておいておこうかな、うん、長めのやつとかもらっておいた方がいい。いや、このカレーも美味しいな。どこから買ってたの？今日はトップの、うん、
願いして。2時か。まあ、こんな早く来る人いないからね。俺ぐらいだよ。俺暇だから。地下見れればね、うん。ここから覗いてから帰るってことはあれ、人がいないから。帰るんだね、多分それが全然関係ないけど人がたくさんいるからやめたと思って帰る観光客か、うん、逆に、うん、もう一回今覗いたらここ見に来たような感じのおばさん、早いからもう今こっちですよって言っても30分ぐらいちょっと座ってもらってるかな、うん、この世論の役場もとうとう解体したね。ね。あれ、もともとの診療所のとこに作るんだっけ、うん、そうそう、昔の診療所のとこ、うん、お前が1週間に1回通った病院だ。大常連だったの。1週間に1回病院に通えたの。その分今元気だから、うん、それがこんなになるとはこんなにこんなに強くなるとはってことだよ。あの喘息はまだあるの？年に2回ぐらいでの、うん、この間の本番の時にちょうどその年に2回が当たってハマっちゃった。もう息できなくて大変だったんですよ。死ぬかって思うぐらいの発作を起こしたもんね、小さい時は。息できなかったもんな。吐くのはいいけど吸えないから。うん。で、昨日みたいにたくさん動くから。吸えなくて吸えなくて、今日あんまり暑くなくてよかった、うん、やっぱり風が強いから、うん、僕らの話し声セリフが昨日だもんね、ギリ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 で、ギリギリっていうかアウトだから、まあ、波の音もあるし、聞こえなきゃ聞こえないけど、まあ、言っちゃいい。ということで、スーパートップさんの弁当を茶花海岸のステージのところで食べる。で、声だけ出演はうちの親父でした。今日もとても美味しかったです。で、あそこでたたずんで見てるのは同級生の深夜です。今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。はいどうも、はい、お知らせの時間ですよ。お知らせの時間でございます。はい、たったた探検組合さんの演劇舞台のお知らせでございます。9月の14、15与論町与論島サビチラ館、10月の10日から10月の14中野でやります。中野でやります。与論と中野でやります。中野の方の宣伝をします。与論は来てください、よろしくお願いします。中野はぜひ来てください、よろしくお願いします。中野の方はね、10月の10から14なんですけど、席数がいつもよりもだいぶ少ないんですよ。で、たったた探検組合さんはすぐにね、もうあっという間にチケットが売れてしまう大人気劇団さんですからね。まだなんとかこの僕がこの動画を撮ってる段階ではまだね、まだ始まったばっかりだから、
まだ大丈夫なんですけど、これ危険ですよ。油断してたら積雪少ないからもう一気になくなっちゃいますからね。日曜日のお昼なんかはもうだいぶもう減ってます。もう恐ろしいことになってますんで、10月の10日だけど、もうなるべく早めにご予約の方をよろしくお願いします。このいつも通り星マークの回、お昼の星マークの入ってる回、ここはちびっこウェルカムステージです。突然暗くなってびっくりして泣いちゃったりするようなお子さん、ちびっこ来てもらっても大丈夫、そういうのを許してくださる優しいお客様が集まってる会でございます。普段子供がちびっこたちがいるから遊びに行けないなと思ってるお父さんお母さんも安心してね、ちびっこたちを連れて遊びにいらしてくださいね。しかも終わった後はもうこれ毎回毎回ですよ、イベント的な催し物というかお楽しみ会みたいなのをね、ちびっこたちが喜ぶようなのをやって、で帰れるっていう、演劇だけじゃないプラスアルファがあるのがこの星のマークです。そこにはぜひちびっこと一緒にご家族連れで遊びにいらしてください。僕の仲間たちもみんなそうしています、そうしています。仲間たち先輩たちも孫連れてそういう風にしてくださってます。ありがとうございます。で夜の会ですよ、夜の会、夜の会はこの最初と最後の10と14以外の真ん中の方は交流会やります。交流会をやらせていただきます。劇団公式のものがあるかないかどうかまだ分かりませんけれども、劇団のがなかったとしても木島はやりますんで、ぜひどうですか、演劇見た後乾杯乾杯乾杯ですよ。あ、牛のやつ唐揚げ食べて、まあ唐揚げじゃなくても何でも食べますけど一緒に行こうじゃありませんか。よろしくお願いします。これね、本当にこの13、14なんかはね、多分早いと思うんですよ、売り切れるのが。これ本当に気をつけてくださいね。10月だからまだ大丈夫、まだ大丈夫と思ってるともうあっという間ですからね。もうそれだけは心配だな。ああ、そうそう、で、あとあれですよ。この僕のこの動画の説明欄に、このお申し込み、ご予約のリンク貼り付けておくんですけど、置いてます。そこからご予約よろしくお願いします。でね、ご予約するときに、備考欄に、木島とね、一言ね、これちょっと、木島と一言、記入の方、ご記入の方、ぜひ、よろしくお願いします。わかりやすいんでね、で、あと、交流会行くよ、行きたいな、交流会してくれよって方は、交流会希望と、ビッとこう入れていただければ、そしたらもう木島、あ、この日は交流会あるなと、よし、行くぞと、体調整えて、あってもなくても整えるんですけど、体調整えていきますんで、その動画説明欄からご予約していただいて、でご予約する際備考欄に記事末ご了解希望、この記入の方ぜひよろしくお願いします。であのね、あれですよ、もうご予約された方でも、あ、ちょっと記事まで書くの忘れたなとか、そういう方はね、まあ、大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど、一応ね、念のため備考欄に木島とピピッとこう入れていただければね、非常にこう分かりやすいんで、そうしていただければ助かります。もう大丈夫なんですけどね、いや一応念のためね、念のためですね。あれ、私どっから予約したっけなあ、木島って書いたっけなって方は木島っつって編集し直していただければ非常に助かりますんで、ぜひよろしくお願いします。10月の10日から10月の14まで中野でございます。お昼の会はちびっこウェルカムステージ。ちびっこ泣いちゃっても騒いじゃっても大丈夫、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん安心してちびっこ連れてきてくださいね、お願いします。夜の会11、12、13、夜の会は交流会いたします。皆さんと一緒に楽しみたいです。ということで、ご予約はこの動画の説明欄のリンクからよろしくお願いします。木島、皆さんにお会いでき、もう絶好調ですからね、もう稽古も絶好調、飛んだり跳ねたりやってますよ、飛んだり跳ねたり歌ったり踊ったりつってますから、よろしくお願いします。皆さんにお会いできるの楽しみにお待ちしております。よろしくお願いします。なるべく早めにですね。それでは。